将棋将棋の先鋒振り飛車中飛車角銀中飛車、風車風車は将棋の先鋒の一つ。将棋騎士の伊藤加害飛車穴熊への対策として考案し多用したことで知られるが他の騎士はあまり指さない。飛車を下段に引き状況に応じて左右にくるくると展開することから名付けられた。角銀中飛車から基本形一内子二の形へと 移移行行すするるるここことととや右玉の形から移行することになることが多い飛車は図の基本型では5筋に配置されているが、特に中飛車といったくくりではなく、8筋でも2筋でも自由自在に展開し、玉も584938を行ったり来たりし、それに応じて、右金も4838を行ったり来たりする。角も5768を行ったり来たりすることが多い。強者は8段目に上がることもある。 自給戦思考であり、相手からの攻めに対して柔軟に対応可能なことを特徴とする。相手の無理攻めをとがめて反撃をもくろむ。一方、自分から攻めることが難しい。伊藤家によると、戦わない、攻めない、戦日手だっていい、という精神とされている。創世期頃の1983年のレポートでは、 この戦法を非常に忍耐力が要求される、伊藤ならではの戦法といえ、この戦法で勝ちまくってる頃に自ら動こうとしない、全く消極的な指し方だなどと批判の声があったとされるが、勝負の世界は、勝てば、官軍で、それよりもプロ感覚では考えられない指方を暗室し一つの立派な戦法に仕上げた意義を称えるのが本筋としている。プロ騎士である、 森内敏之の証言によれば、この戦法は伊藤以外が差しこなすことは難しく、公式戦ではほとんど見られない。また伊藤は、この戦法を指すために将棋を指している、と語っているとしている。固くはないが隙がなく、攻めにくい形で少しずつポイントを上げていく将棋になるようだ。その後、若干攻めを取り入れた新風車も提唱されている。伊藤は、実著で、 戦法開発のきっかけとなったのは、ある助書で2枚落ちヘタが上手を手こずらせていた、類人の構えからとしており、2枚落ち以上の駒落ち将棋においてヘタ側がこの戦法を使用した場合、受けに特化しているという戦法の特性上、上手側の打開策が皆無に近い状況となる。そのため、ヘタ側が相手の攻めを待つまでひたすら受けに回った場合、2歩などの反則を犯すか、 あるいは千日手になるか、下手側が致命的なミスをしない限り、いつまでも終わらない状況になり、本来ならば二枚落ちよりもさらに大きなハンデが必要なほどに気力差が開いていた場合でも、上手側の勝利が非常に難しくなる。また、駒落ち将棋を指す意味という観点から、指導対局等では、下手側は通常この戦法は自主規制する。四枚落ち。 六枚落ちにおける穴熊戦法と同様、神手側が下手側に対して自主規制を求める場合が多い戦法として有名な例である。ありがとうございます。